乳首をクリック、出しゃばり出しゃばり乳首が出しゃばりな藤吉慎二です。絶対 JFL に上がりたいと思うので皆さんで一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。前半の早い時間、15分にこの男が決める。藤吉、いや、前半36分、藤吉が遠い位置からミドルシュートを決めた。スターティングメンバーはご覧の通りです。ミッドフィルダーのレキリ選手、フォワードの古賀選手が先発メンバーに選ばれてますね。前半8分、スローイングから藤吉選手に渡りゴール。相手に当たって入ってるんですけどね、最初のトラップで決まりましたね。幸先のいいスタートとなりました。後半も北九州ペースは変わらなかった。神戸のシュート数は2本だけ。全く危なげなく時間は過ぎ、歓喜のホイッスルを聞くことになる。いや、もともとね、真面目ですごい明るいチームなんでね、なんか本当僕は雰囲気作りはちょっと思ってたんですけど、やっぱり真面目で好感の持てるというか、本当にサッカー本当に好きな人たちが集まってやってるんでね、だから絶対いい方向に行くと思ったんで、JFL 昇格できてよかったですよね。だからね、はい。2007年シーズン、一番印象に残っているシーンはどんなとこですか？そうですね、やっぱり全部印象に残ってるんですけど、やっぱり最後の昇格を決めたね、バンディオンセ戦でみんながやっと力が、本当の力を出し切ったっていうかね、そういう試合ができたんでね、それが一番なんか残ってるかなと思います。はい。昇格決まった時のあの笑顔は、どの選手もみんな笑顔されてましたよ ね。だから本当になんかこう、僕たち選手だけじゃなくて、フロントと、あとやっぱりね、手伝ってくれたなんかいろんな人のね、力のおかげだと思うんでね、あとサポーターがね、本当遠いとこでももういつでも来てくれたっていうのがすごく強みになったしね、だそれがもう全部なんかこうまとまって、なんかこう一つの力になって昇格できたと思うから、それがなんかすごく込み上げてきて、なんか嬉しかったですよね。はい、そうですね、もう皆さんのおかげでJFL 昇格できたんでね、本当来年はぜひJ2 目指して頑張りますんで、皆さんも本当に乳首を触りに本庄の方にぜひ来てほしいと思います。頑張ります。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。2008年、 JFL 元年はこの男のゴールで幕を開けました。2008年シーズンで一番印象深いシーンはどこですか？そうですね、まあ、試合ではね、やっぱり全体的になんかこう、やっぱ4位以内狙ってたんですけど、いけなかったんですけど、まあ、一番印象残ってるのは、やっぱ開幕戦で結構3万人ぐらい入ったトワイマスタジオができたのが、やっぱり印象残ってますね。今シーズンは10位という結果に終わってしまいましたが、1年通されてみて、やられてみて、手応えのほどは？そうですね、やっぱり1年目でね、10位っていうのは多分他から見たら結構まあまあやったんじゃないかと思われるんですけど、やっぱもっとなんか選手もね、すごいいい選手多いんで、もっと多分上の方に上がれると思うんで、まあこれからね、しっかりいろいろ欠点を直して、でプラスアルファして、で4位以内に絶対入れるようにして皆さんパンパンですかね。じゃあ練習でやってみます。ちっちゃくいきます。はい、パンパパパンパン、そうです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 、
ございました。また、皆さんの健康と発展を願いまして、締めたいと思います。いきます。もう一回お願いします。いや悔しいですね。やっぱフルスにね、やっぱあっちもメンバー落としてきてたから、やっぱチャンスあったと思うんでね、勝ちたいって気持ちみんなあったんですけど、悔しいですね。恩返しできた、できたらよかった。したかったですね、はい、ただ自分 J2 上がってもやっていけるんじゃないかと見ている側としては思ったんですけど、そう言ってくれると嬉しいですけどね。まだやっぱあっちと比べたらね、いろいろ足りないところいっぱいあると思うから、いいところ見習ってで直すところ直していきたいです。じゃあすみません、最後に一言テレビの前の皆さんにお願いします。ね、やっぱりこれからも頑張りますんで、早く仙台と同じリーグになれるように頑張りますんで、またお願いします。僕が小学校の時はまだ J リーグはいませんでした。まあサッカー好きでずっとやってたんですけど、 J リーグが始まったのは僕が23歳で始まりました。早くその好きなものを見つけて、なんかこう楽しく努力してほしいなっていうか、なんか結構伝わったし、あっちからもなんかすごく勇気もらったっていうか、最後になんか藤吉選手頑張ってくださいなんてみんなで言われて、なんか本当なんか来てよかったなと思ったしね。なんか本当よくこういうので勇気もらうっていうじゃないですか。じゃ本当もらったなって感じですね。勇気と元気を。ユーム北九州の田原俊子です。という感じさ。練習したいと思います。やっぱり J リーグに行くぞっつった時に、みんな王の時にやっぱ王でみんなやってよ。王サダール OK。 じゃあそれにやろう。どういいですか。はい、みんなで J リーグに行くぞ。こんにちは、どうもお疲れ様です。はい、フリー作戦というイベントに参加ということですが、どんな。そうですね、やはり僕の心の中に溜まったゴミをすっかり排除したいと思います。はい、あとやっぱり街をきれいにしたらね、やっぱり皆さんなんかやっぱり小倉もやっぱりね、きれいな街になって心もきれいになると思うんでね、まずは自分の心をきれいにして、まあでもこういうのをね、やっぱりすることによってやっぱりサッカーでも盛り上がってほしいんですけど、でも街がきれいになるとやっぱり小倉の街っていうかね、北九州の街がきれいになると思うんで、いい機会だと思います。頑張ってゴミを拾いたいと思います。はい、皆さんこんにちは。ニューヨーク北九州の田原俊子です。いや、こんにちは、言ったんだけど、今日は今井くんですね。どうもこんにちは皆さん。先ほど、社長が話しましたけども、北橋市長、握手が好きだということで、で社長は拍手が好きだということで、僕は着手が好きです。今日の募金はぜひ着手しないように、これはね、今井くん受けませんでしたけども、今日は滑りまくってますが、J リーグに向けてみんな頑張ってますんで、今2位につけてあと5試合です。この北九州の皆さんと力を合わせて、J リーグに上がっていきたいと思いますんで、ぜひ力を貸してください。J に向けて頑張るぞ。おりおりおりお、いや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 。というわけでよろしくお願いします。はい、藤井選手どうもありがとうございました。九州の田原俊子です。違うか。
今これはね、今流行ってるから流行ってる違うか流行ってるでしょ、これいや、言いたかっただけだそれで終わりますかはい、違うか応援してね、違うかいや、違うな、応援してください応援します。ありがとうございました、頑張ってください。